お子さんがいらっしゃらないということを理由に2人の溝を作るということ、それはいかがなもんかなと私は思います。不妊治療中です。43歳という高齢もあり、可能性は低く、ラスト1回の移植を最後に終える予定です。今でも幸せだし、夫のことを愛していますが、父になれない夫への申し訳なさ、産めない人生を突きつけられる怖さなど、いろんなことから、まだ2人夫婦での未来を確保できません。多分ですね、子供を産めないと自分を責めるよりもですね、そうなった時に、本当に夫婦で仲良くしていこうという意欲を持たれること、ご主人はですね、例えばあなたが子供を産めないということで、すごくあなたとご主人の間に距離ができることを望んでいらっしゃるのかなと思いますね。まあ、うちのカウンセラーでもほなみさんもですね、同じような経験されてますから、一度ほなみさんの初回無料のカウンセリングでも受けられたらどうでしょうかね。今もほなみさんお子さんいらっしゃらないし、二度ぐらい流産されちゃったのかな。でも、仲良し恋良し、まあ、本人さんのですね、まあ、講演にもそういう内容がありますから、一度そういうことでご相談されたらどうでしょうかね。お子さんがいらっしゃらないということを理由に二人の溝を作るということ、それはいかがなもんかなと私は思います。それをご主人が望んでいらっしゃるとは私は全く思いません。さらに初コメですか。よろしくお願いします。マルコさん。結婚8年目、38歳の主婦です。子連れ再婚のために子供は16歳、6歳、4歳の3人です。26年ぶりの小学校の同窓会のお知らせが来て参加したいのですが、夫が嫌な顔をします。ほほ。私が夜に出かけるのは1年に1度あるかないかなので、もう少し自由にしたいなというのは正直な気持ちです。どんな奴が来るかわからない。世の中危ない。そればっかり言います。嫉妬してるわけですよね。まあ、ダーリンはですね、マルコさん、ラブなんですよね。いい感じじゃないですか。子育てに追われ自由な時間などなく過ごしてきました。説得する実がなく困っています。お力を借りないでしょうか。わかりました。まずね、嫉妬しててダーリンはあなたのことを愛しているわけですから、例えばですね、そんなに心配なら、じゃあ迎えに来てくれたらいいよとか、そこまでは許可するとか、もし OK してくれたら、こんな特典がありますっていう何らかの特典なんかをつけてくれると、まあ順次が言う特典っていうのは夜の特典なんですけども、順次なら即 OK しますね。だから旦那さんはマルコさんのことが大好きであるっていうことですから、ちょっと自由にしてくれたらすごく特典をつけるけど、こんなに頑張ってる私にご褒美なんかをくれないっていうと、もうちょっと嫌いになっちゃったり、もういろんなことをね、ちょっともう一人で寝てくださいって拒否しちゃうかもしれませんよね。まあそういうようなことが多少脅しも入れるとですね、あなたに惚れているわけですから、惚れた男は弱いと思いますよ。ブンさん、私はいつからそうなったのか覚えていませんが、自分の女らしい部分を受け入れられません。男になりたいわけではありませんし、恋愛対象も男の人ですし、女性らしい服装も素敵だと思いますが、実際に自分が身体のラインが出る服や可愛らしい服を着たり、着ている姿を鏡で見たりするとモヤモヤして気分が悪くなります。体型としては他の人から女性らしく羨ましいとよく言われますし、私のような体型を目指している人をインスタでよく見ます。それを武器にしている方もおられて、他人のそれを見ている分には何ともありませんが、自分のことになるとダメで吐き気がします。ボーイッシュな服装をしても無理をしている感じが出てもやもやしますと。自分自身を受け入れられていないのでしょうか。いろいろ調べてみましたが、原因と対策が分からず、藁にもすがる思いで平さんに送ってみました。私を藁扱いにすると初めての経験かもしれません。はい、まずね、これあなたはどういうことかというと、自分の女らしいというふうな部分を受け入れられないということですが、これはね、大人の女、できたらこの女はひらがなでお
な、みたいな感じかな。だからすごく、大人の女性になるということに関しての不安。ひょっとしたらあなたにとってなんか子供を持つとか結婚をするとか、そっちの方になんかちょっと不安とかがあるのかもしれませんね。それか大人の女性になったらこんな風にならなきゃいけないとか、まあ大人の女性の、まあ、典型的な見本はお母さんだから、大人の女性になったらお母さんみたいにならなきゃいけないよっていう風に、なんかネガティブな思いがあるのかもしれませんけど、お母さんは私のようになってもらいたいとは多分思ってはいないと思いますよ。私のようにはなりなさんなよと。だからなんかあなたにとってはね、大人の女性のイメージっていうののネガティブだったとしたら、それちょっと探ってみられるといいかなと思いますね。だからいろんな大人のなり方が今の時代はあると思うんですけど、あなたにとってのなんか大人の女性っていうものに関してちょっと遠ざけたい思いがあるのじゃないかなって思いますね。さてと続きまして、にゃぶさん。子供の頃欲しくもないのによく万引きをしては実行嫌悪していました。中学でエスカレートして警察に保護され、家族を悲しませましたし、家庭環境はボロボロだったとはいえ、万引きをして家族を悲しませたこと、万引きをした自分への嫌悪感で今でも時々胸が潰れそうになります。どうしたらそういう自分を癒せますかと。多分これ問題行動ということでですね、まああなたにも家庭環境はボロボロだったっていうとですね、こんな私に SOS をっていう外部の協力、まあ警察とかそういうところで、うちのことを分かってほしいというメッセージから、私に SOS を誰か助けてっていうことからこういうことを起こすっていうのは、まあ基本なんですね。でね、今あなたはどうなんでしょうか。だから今のこの文章を見るだけでですね、あなたっていうのは今はもう本当に昔はだったけどって一息つける環境なんでしょうかね。で、その時にですね、どうなんでしょう、昔の万引きをして家がボロボロで未来がどうなるかっていう時の昔のあなたに、今のあなたが出会いに行って、心配するなよ、大丈夫だよとか、結婚できたよ、パートナーがいるよ、家族がいるよとか、今はあのことに比べてすごく心も落ち着いているよって、今の自分が昔の自分から見たらどれだけ誇らしいかっていうことをちょっと認めてあげたらどうなんでしょうかねと思います。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス 23,100 円で10講座も受けれます。
3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。